令和の米騒動、現場写真がリークされる。中日の立浪和義監督が選手に出した米禁止令の波紋が広がっている。騒動の発端となった張り紙の写真を入手した。場所は試合前に選手たちが小腹を満たすための本拠地球場の食堂だ。炊飯ジャーらしきものに布がかぶせられ、壁にしばらくお米はありませんという手書きの紙が貼られている。お米の部分をギザギザの赤いで囲った上で、文末にびっくりマークをつけるほどの強調ぶりだ。草。しばらくお米はありません。立浪かわいい好き。炊飯器くん隠されてて草。何お米強調させとんねん。これ文春に漏らしたスパイはどうなるんや。なんでこんなの流出すんだよ。これがマジならガバガバすぎんか。よだのお前、騒動が可愛く思えるほど燃え広がってるな。去年までは半分ネタでそんなことが話されてたけど、今年はマジである程度有望組に、中日さんはお断りしますっていうスカウト選手まあまあな数いるだろうな。文春にリークした犯人探しやってるんやろか。いくら借金まみれとはいえ、米も出せないほど経費削減が必要とはな。とんでもねえ写真流出しちまった。中日はもう終わりだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。